て富士山。えぐない？これはすごいよ。取れ高できたわ。これだけでええちゃう？この前スターライトが釣ったやつが相当でかいってことですね。もうイエーイ。マスの顔でかいですね。でかい、深かったもん。全然サイズが違う。でかカワハギ。こんなの寝飛びはしましたっけ、カワハギ。いやだから深いから。そう、全然ない、まあ、多少あるけど、まあ、写真で撮れるものあるじゃん。あ、そう、残念やん。でっかいのが肝がダメだ。あ、そう、黒いやつはあれ、さっと見える。マジでそういうこともあんねや。あるある、しょうがない。他は、他は撮れたから。一緒に寝てもないし、一緒の家で、マンションで2部屋住んだって一緒に寝て通りからも選ぶ。1個だけわさび入ってたのをすごく怒る。あんな店は入れてくださいよって言ったら本当に言ってたらしい。
吉田類の続きやってくれるの。これ。これ見ててもらう。泣けもらう。でもそこ空いてたらまあ撮影はできないけど行ってもいいけど。怪我してお話ししてやってやる。やる気じゃ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 や爆笑したいですね。爆笑やったら今週の日曜日ちゃん。紙で持ってるのは俺も行きたかったっすよ。え？それも行きたかったですよ。あ、そうか、仕事か。うん、いや、混ぜ道が不良とかなってます。あ、そうなんですよ。山王線と。ちょっと遠く行けば4人とかでもできるようにしたんで、やりたかった。外房とかやったら。道だったりとか。下っぽいの行ったよ、外棒で。やつはなんか、つくだ煮みたいにして、ちっちゃいパックにみんな、それはいい。あるじゃん、旅館とかでも、普通のスタンドメニューがあって、別メニューで。これはいいわ。これじゃ何人、あの何匹分？全部。全部？え、全部やってくれたんだ。ありがとう。いやー、綺麗。脱がないんだって。いつものコスチュームで。3匹でこんだけなんですね。やっぱ当たり外れやん。前いっぱいやった時、1匹でこれより多かったやんな。うん、多かった。これで。これよ、これ。これはこれやろ。やりくらよりかもったもん。まあでも好きです。全然好きです。はい、もっとすごいんだけどさ。薄いのがいいね。いいっすね。フグみたい。ちょっと贅沢に3枚ぐらいいっていいっすか。もちろん。いいっすか。だって3分の2は君だよ。まあまあ。でも海で言ったら半分かもしれない。めっちゃでかかったっすからね。あれ30センチのカワハギってあんまりいないらしいですね。だからあそこだから深いからよ。でもね、あの釣れてない状況でカワハギの当たりって分かるようになってるってすごないですか。すごい。すごいですね。別に他の魚釣れてもおかしくないじゃないですか。分かったんですよ。やったら余計に分かりやすい。違いが、うんうん、あ、うまっやばうまっ5坪
ね、俺乗りたい乗りたい。何を？カワハギ線。グリーが。はいはい。やっぱりチャーナンプルは。やっぱね。盛り付けが。うん。やっぱりね、自分でこれはできないですからね。もう一回取ったらもう。わけのわからん。もうブタヨちゃんだって唐揚げにするしかなくなってますよ。あ、すいません。大丈夫ですか？すいません。あれ、コバも綺麗だな。いやいやいや、知らない。すごいっすね。何が？ママ、きっかり、ちゃっかり、ぬるっと、さらっと、全部冷房を出せる。これはあいつね。いっぱいあるからね。いいっす、見てるだけでも。今、雰囲気だと思って。でも雰囲気に止められても、雰囲気、雰囲気が同じ。はいはいはい。今日こそは。早く、早めに。うん。でも、スピードですね、これ。毎日なんか馴染みのある毎日一緒に乗り付き合えてない味っていうか、そうですそれが炭水化物ぶつけられてる。変態で、そいつらはアジの舌を切って舌になりようぐらい、アジの舌を切って口パー上げるとそれはいいんだよね。うん、どこに行ったの？昨日はここがいっぱいだったから、一軒目でちょいちょい行ったの。お腹空いちゃいましたね。食事は。チャンネル登録してくれたなら、心構わず抱きしめたいな。